こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、ワイルドスピードファイアーブースト見てまいりました。いつも同様にね、ネタバレなし、ネタバレありで話していきたいなと思います。はい、ワイルドスピード10作目ですね。もう長い。一応ね、僕全部見てまして、劇場で見るのはね初めてですね。はい、なんか落ち着いた頃にいつも配信で見てるなという感じだったんですけど、いよいよね見ようという感じでございました。でね、このシリーズね、なんだろう、もう普通の映画じゃないんですよね。もう10本もやってて売れ続けてるっていうね、僕の中ではね結構その連載漫画に近いというか、ずーっと続いてて、いろんな手こ入れとかもしながらっていうところでね、なんか、伏線の回収の仕方とかもね、連載漫画っぽいというか、3でハンが死んでデッカードショーが出てきて、であの時の敵だというのが分かったりとかね、そういう伏線の回収の仕方、伏線じゃないところを見つけ出して伏線にして、持ち出して使いますっていうねやり方が、連載漫画、まあ週刊連載の漫画に近いなっていうところもあって、あとね、ハンがね死んだけど生き返って、生き返るっていうか実は生きててまた出てくる。ガンツもなんか死んだ人が生き返らせられたりとか、あと主人公が途中で変わったりとかね、いうのもあって、ガンツの構成に近いかなっていうね、個人的な感想はあります。はい、結構ライドしてね、そのなんだろうね、もう乗り切って見るっていうスタンスで見てますね、僕は一応。で、毎回あるね、なんだろう、車大喜利っていうところですね。はい、今回は何をね、車を使って何をやるんだみたいな大喜利に4作目、以降ね、そういう流れになってると思うんですけども、今回も、車で遊びますというところですね。このシリーズはね、途中ですごいその路線変更しましてね、4から筋肉ケイパーものカーアクション映画みたいなね感じで完全に路線変更しまして、なんかスパイものっぽいね、作品になっていきますね。はい、っていうのもあって、なんかそういうね、ジャスティン・リンの功績めちゃめちゃでかいなと思いながらね、まあかといって3のね東京ドリフト作ったっていうところで、東京ドリフトなー、なんかあんまりなーと思ったんですけども、あのハンがね死ぬシーンをね、もう一回入れるっていうところで、この時系列をずらしてたっていうのも、ものすごい上手いね、シリーズの構成の仕方だなと思ったりして、すごいシリーズだなという気持ちは常々持っておりました。僕の会社のね、先輩が、めちゃめちゃワイルドスピード好きな人で、四六時中見てるっていうね、何十回も見てる人なんですけど、シリーズね。その人曰くね、車を使った大喜利なんですけど、結構無茶なシーンあるんですけど、でも、ドムの車がね、もうごついアメ車だから理にかなってるっていうのをめちゃめちゃ力説しててですね。あとブライアンのね車が GTR ですね、日産の GTR らしいんですけど、それもねなんかキャラクターが出てるというね。あとノーマンはこのなんだろう、ヨーロッパ系の車をね結構好んで乗ったりと。でホブスはね、めちゃめちゃごつい装甲車かなで来たりとか、なんかこのキャラクターに沿ってる車にちゃんと乗ってるっていうのが、結構説得力があって、いいらしいんですよね。はい、僕車本当に分かんないんで、そういうのがあるんだと思いながら見てたんですけど、だから結構最近の作品ね、なんか意外とその理にかなってるんだなと思いながら見てます。僕はアメ車だからできるアクションっていうのを一応縛ってねやってる作品であるというのをなんとなく覚えていただければいいかなと思います。はい、今回はね、悪役はジェイソン・モマでございます。はい、アクアマンでおなじみのジェイソン・モマですね。はい、いや良かったですね、ジェイソン・モマ。ダークナイトのジョーカーっぽい立ち振る舞いですね。はい、ものすごい笑ってて、ずっと笑ってて、あとね選択を迫るんですよね常に。どっちかを助けろ、どっちかしか助けらんないけどどうするみたいな、選択を迫るっていうところも、あの時のねジョーカーっぽくて、なんかひょうひょうとしててね、面白いキャラクターだなと思いましたね。ジェイソン・モマすごい楽しそうにやってたなと思いました。はい、よかったです。ワイルドスピードシリーズが、終わりに向かっていく一作目というところで、そういう感じもね結構ありましたね。なんていうか集大成っぽい、感じかな。はい、っていうのがあったかなと思いました。そんでね、今作はねより SF、 はい、ミッションインポッシブルに近い、もう近くなってきてますね、どんどん。はい、っていう感じがありましたね今回は。
あと、僕初めて劇場で見たっていうのもあると思うんですけど、ちょっと酔っちゃいましたね、僕。はい。すごいカットをね、割るのと、ハンディで揺らしまくる。あの、ワイルドスピードだからね、カーアクションが多いっていうところで、ちょっと酔っちゃいました。はい。ぶっちゃけね。はい。っていうところですね。まあ、面白いのは面白かったですね。頭本当に空っぽになるタイプの映画ですね。はい。っていう感じでございます。皆さんのファイヤーブーストのね、感想もコメントの方でお待ちしております。見てない方は面白かったワイルドスピード作品でもいいです。じゃあ、こっからね、ネタバレありでやっていきましょう。はい。では冒頭ですね。10年前から始まりますね。はい。10年前の、マックスかな？シリーズ、ちょっとかなりごちゃごちゃになってて、あんま覚えてないんですけど、金庫をパクるところから始まりますね。はい。で、金庫パクって、てか、その、ね、金庫パクるシーンもね、あの、当時の映像を使ってきてて、ポールウォーカー出てくるんですよね。またこれが熱いですね。こういうね、目くばせっていうか、シリーズを大事にしていたキャストがなくなったんですけど、それでもね、なんだろう、うまいことを出し続けてくれるっていうね、このファンサービスはとても嬉しいというか、もうほんと泣きそうでしたね。もう泣かせる冒頭でございました。今回の敵がこういう人だっていうのが見えますと、でどういう因縁があるんだっていうのがね、ここで見せまして、でタイトル出て、今回はね、もういきなりね、打ち上げ、あのワイルドスピードといえば、打ち上げシーンがね毎回あるんですけども、今回はですね、ドア頭に打ち上げがありますね。今回の作品の締め方的には、最後には入れられなかったんで、頭に入れるというかね、お約束を毎回ね、守りながらやってるなというところでございました。はい。でね、やっぱね、ミアの隣ね、ブライアンの席が開けてあるというね、ここがまたね、前作の最後もそうでしたけど、泣かせる感じだったなと思いましたね。で、もうあの、ガレージのね、貼ってあった昔の写真もエモいですね、めちゃめちゃ。10作やってきたんだなっていうのを、めちゃめちゃ見せてくれますね、この辺で。そうだからね、結構ね、そういうのもあったりして、結構区切り的なね、要素が結構ある作品でしたね、今回。で、ローマの作戦がね、ここで罠だっていうのが分かりまして、ローマに飛びますね。はい。ローマの、まあ、もう序盤はね、結構説明台詞が多いんですけども、でもね、まあ、その後はかなりね、あんなんだろう、もう場面で見せる。っていうところがあって、まあ面白かったです。ただまあ、ほんと位置関係とかもう全くわかんないですね。もう。まあそういうのはあんま関係ないんで、いいんですけど、っていう感じです。で、ジェイソン・モモアもね、楽しそう。めちゃめちゃ楽しそうにやってましたね。あんなジェイソン・モモア見たことないですね。ほんとに。で、まあもうここのね、カーアクションもね、ものすごいっすよ。はい。めちゃめちゃでしたね、かなり。いや、やりすぎというか、もうほんとにカーアクション最高峰。ですね、本当現実味がマジでない。どこまで実写なのかもちょっと分かんないですね、見てる感じはね。だからメイキングとかもね、ちょっと見てみたいですね。これはね、すごい超ド派手なカーアクションでございました。それであのリトル B がね、狙われているというのがね、分かりまして、であの実家の方にねシーンが飛ぶんですけども、いやーね、またミアも戦うっていうね、今回ね。めっちゃ戦ってたなって。前作も東京のとこで戦ってたか。でね、ここでジョン・シナ出てきましたね。弟、ジェイコブ出てきました。ジョン・シナ。いや、今回のジョン・シナね、結構良かったですね。前作のジェット・ブレイクと、あと、スーサイド・スクワットのピースメーカーですね。あの2作でしか見たことないんですけども、かなり今回はね、表情豊かでね、いつもね、っていう感じだったんですけど、結構表情豊かで、良かったなと思いますね。あと、もうあの肉体で出てきたら、もう勝てねえだろうって感じがね、あったっすね。で、こっからね、結構ね、バラバラになるんですよ。ノーマンたちはイギリスに行って、で、ドンはブラジルと。で、息子とジェイコブですね。この子たちはアメリカにいるというね、3箇所で展開していきます。あ、もう1箇所あるか。レティとサイファーがね、なんか秘密組織みたいなところに閉じ込められてね、そこにいると。だから同時に4箇所進んでいくっていうね、これシリーズ最多なんじゃないですか。シリーズ最多の話の同時進行具合ですよね、多分。なんかでも意外とね、混乱しなくて良かったですね。はい。意外とまとまってました。ごちゃごちゃになりがちな感じがすると思うんですけど、かなりね、まとまってたなと思いますね。で、シリーズ恒例のね、レースシーンも今回ちゃんとありまして。今回のレースシーンはね、僕ね、結構好きだったっすね。結構シリーズ屈指で良かったんじゃないかな。結構ね、見切りのショットが多くて、みんなのね、窓越しにこう抜けていくっていうね、ショット。あの、気合の入ったショットもあったり、敵のボスとドムの一見真剣勝負に見えて、なんか、細工してある、そ
それをそのこっちのドムのね細工のないもうドラテクのみでどうやって切り抜けんだみたいなところも結構ヒリヒリして面白かったと思います。あとなんといってもねガソリーナですよ。はい、ガソリーナ流れてむちゃくちゃ上がりましてね。もうあの僕中学校時代ですよ、ガソリーナ流行ってたの。ダディヤンキーのガソリーナ知ってますかね。もうローライダーねめちゃめちゃ流行ってた時のね、時代ですよ。もうこれは上がっちゃいましたね、うん、で場面変わってジェイコブですね、飛行機に乗ってるんですけど、そっから、まさかのねあの脱出の仕方するんですけど、これねもうむちゃくちゃですよ。むちゃくちゃっていうかもう本当に世界観変わりすぎてて結構ね大変ついてくので、はい、もうテクノロジー進化しすぎ、スパイモノの要素がねちゃんと入ってるっていうのが面白いっていうか、なんでしょうね、スパイモノなんだけど車の映画で、でさらにこのなんだろうギャングよりというかそのなんだストリートカルチャーもなんかちょっと取り込んでるような映画っていうね、このなんか絶妙なミックスが面白いなと思います。僕が思うスパイモノの要素というと、見たことないメカ、まあ見たことない装置ですね、それが出てくる。やっぱあのねジェームスボンドとかねめちゃめちゃ改造したよね、アストンマーチンが出てくるっていうのトレードマークだし、肉体のちょっと無茶をしたアクションね、まあトム・クルーズとかありますけどっていうのがあったりと、あとは世界中を飛び回るっていうねシーンですね、これはやっぱスパイモノとしては必要不可欠でして、はい、毎回そういうのはもう世界を股にかけて、なんか暗躍している敵をバレないように追い詰めて倒すっていうのが、スパイ映画の醍醐味なんで、そういうところもちゃんと抑えてるっていうところですね。あとワイルドスピードらしさを保ってるところっていうと音楽っていうのがやっぱあって、今作もね結構いろんな世界各国の、まあストリートっぽい音楽、まあヒップホップですね基本的にはっていうのが流れてて、その現地感っていうのがよりあるなと思いましたね、うん、っていうのが意外とちゃんと毎回守られてるっていうところ。今作に関してはね特にカーアクションの部分ですね、これがかなりちゃんとしっかり入ってたなと思いました。車映画としての見たいところもかなり今作はしっかり抑えてたなというところもありましたねっていう感じです。めっちゃ話し逸れちゃいましたけどね、まあショーが出てきますねこの後、そのショーが出てくるシーンであの繋がりましたね前作と、あここに繋がるんだと。別にそんなにめちゃめちゃ上手くないんだけど、この繋がる場所のねタイミングが気持ちよくて、お繋がったわっていうこの気持ちよさがかなりあったかなと思いましたね今回は。でドムがねあの護送車に乗せられてねあの連れてかれるんですけど、車の中でね結構問答があって、もうアナログでやってるの無理だよみたいなね話をしますよね。いや車でそんな今はもうハイテクだからみたいな話をするんだけども、本当にもうニトロしか積んでないただのごついアメ車と腕だけでクライマックスねドムはなんとかしてくっていうのが、トップガンもそうでしたけど、そのなんだいやいやまだねまだまだ捨てたもんじゃないよっていう、車まだやれるよっていうねっていうところと、やっぱ映画ですよね、はい、まあ AI が結構発達してきて、まあ AI でもう動画も作れちゃうねっていうところがあって、もうなんか映画って人が作る必要ないんじゃないかみたいなところがあると思うんですけども、もうシリーズ10作やってきてのこの気持ちの乗り方とかはやっぱりこの、うん、人が作ってきたからなんじゃないかっていうねところのメッセージもあったなと思ったりして、うん、熱いシーンだったなと思いましたね。はい、でまあ今作なんかメカ周りで一番かっこよかったのジェイコブですよね。飛行船もなんかかっこよかったし、あとなんか一見しょぼく見えるね車、青いやつね、あれも結構いじってやって、おおかっけえなと思ったり、あとまあなんといってもなんか爆弾かなんか装填されてるねあの車、まだ未完成なんだっつってたけど、あれめちゃめちゃかっこよかったっすね。いやむちゃくちゃだったわ、かっこいいっすあれ。もうあんなん出されたら無理でしょっていうね、かっこよかったし、あとリトル B がね手伝うんですよね。リトル B がガチャンってこうレバー引くとボンって爆弾が出て倒すっていうね、リトル B の教育にはあまり良くないですよね。あれ人殺してるんだよっていう自覚はあった方がいいんじゃないかなと思いながら見てました。結構大丈夫かなっていう。あとまあ冒頭のねもうドリフトしまくってるのも面白かったんですけど、ここもねマッドマックスばりにね走ってる車をこうよじ登ってこう直すっていうね、もうほんとサラブレッドすぎますね。はい、すごいっすね。いずれボルトみたいにね代替わりしてリトル B 主役でねやってくれてもいいかなと思ったりしましたね。でねまさかのジェイコブ死ぬと、あーでもね飛び方ねむっちゃかっこよかった。
バズーカっていうか、あの爆弾がこう下向いてドーンって撃てるっていうね。いや、あれかっこよかったっすね。はい。多分生きてるだろうけど、まあ、あの、ここまでのシリーズの感じだと多分生きてると思うんですけど、かっこいい散り際だったなと思いましたね。ドムの車がね、あのワイヤーバーンってやられてね、ヘリにこう吊り上げられるんですけど、あそこのね、あれ結構実写なんじゃないかと思ってね、すごかったっすあれうわーっていう、これは劇場で見たら面白いわって感じでしたね。すごかったっすあれ。多分吊るされるとこまでは多分実写ですよね。でまあ振り回すのはまあさすがに CG だとしても、いやーすごかったっすわ。もう世界最高峰のカーアクションですね。っていうのもありながら、ここはね、冒頭であった金庫を引っ張るっていうね、シーンがありましたけども、そこと対になってるんですよね。それがまたうまいなと思いましたね。ドムとブライアンがね、引っ張る側だったんですけど、このクライマックスではね、もう引っ張られる側になってるというね、この立場の逆転の仕方が今作っていうのをかなり表してるなという感じがありましたね。あとこのクライマックスで言うとね、今回は本当にカーアクションっていうのに振り切ってますね。ちゃんとこれがかなり潔くて、最近はね、最近結構肉弾アクションもあったりして、まあそれはそれで面白かったんですけども、今回は、もうカーアクションにもう原点回帰というか振り切ってちゃんとやってますね。もうカーアクションだけで勝負するぜっていうね、このなんだろうね潔さというか、この男気みたいなところが良かったかなと思いました。はい。でそしてね、まあダム飛行機に乗ってた仲間もね、全員あれはさすがに生きてなさそうですけど、いやでも多分生きてんだろうなと思いながら、死ぬやんってなってね。でさらになんでエイムスも敵だったっていうねのが分かって、はい、まああの敵だったっていうのが分かる見せ方はあんまりうまくないかなと思ったりね。完全な後出しだったんで、週刊連載の漫画なんでまあいいかと思いながらね。ニトロでこの逃げる描写、あそこは良かったかな。ニトロをオンにしてこの何動線が見えるっていうね、あの見え方やっぱかっこいいですね。ああいうの、うん、ああいうケレン味だけで見せるやり方もあって、あそこも良かったと思いますね。で、あ終わるなと思ったら、まさかのジゼル出てきた。はい。いや死んだっつってたから本当に死んだのかなと思ったけど、まさかのジゼルですね。じゃあ今回消えた人たちみんな生きてんじゃないかっていうね感じもありながら、まあ嬉しいサプライズでございましたね。このね、この中途半端てかどうなんだっていう終わり方ね、もうスターウォーズ思い出しちゃいますよね。帝国の逆襲ですよ。この引いて終わる終わり方がね、本当にシリーズ終わりに向かってるわっていう感じがかなりありましたね、今回の終わり方は。いやでも3部作だからね、まだもうちょっとやりそうな感じではありましたね。はい、っていうところですね。で、なんか最近ポストクレジットがあるんですけど、ホブスがね出てきて、あーホブスやった、ホブス出てくれるわと。あのビン・ディーゼルとね結構不仲みたいな話が、出ててね、あーもう出ないのかなと思ったんですけど、次は出てくれそうな感じがして、楽しみでございます。はい。だからね、次は本当に今まで出てた人ほぼ全員出てくるっていう感じですよね、多分ね。これあの3の人たちもまた出てくるのかな。ジェットブレイクの時にね、あのチラッと出てたんで、また出てくる可能性あるなと思いながらね、ちょっと楽しみですね。なんならショーの弟も出てくるんじゃないかなとは思ったりしつつね、今作もてんこ盛りだったんでね、体調いい時に見たいなと思いましたね。以上でございます。次回はですね、最後まで行く見てまいりましたんで、こちらのレビューしていきたいなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。それじゃあまたお願いします。